乙女信子は瀬川という青年に心からの同情と親しみを持っていた。それは瀬川が家ごと連れてくる美智子という子供の愛らしさといじらしさに感じやすい彼女の心を奪われていたからであった。しかしその美智子は瀬川が信子を誘惑するために誠司という不良の手から毎日借りてくる可憐なみなしごであったのだ。そのからくりがふとした機会に美智子の無邪気な口から信子の耳に入ったので、彼女は危うく瀬川の心を脱することができたのであった。美智子ちゃん、本当にありがとう。お姉ちゃんはね、今美智子ちゃんからいろいろなお話を聞かなければ瀬川のおじちゃんにひどい目に遭わされるとこだったのよ。